いやいや、ゲメ先輩お疲れ様です。すみません、お忙しいところ。いえいえいえ、すみません、今日の質問なんですけど、はいはい、今日患者さんで変形性股関節症で診断を受ける患者さんで、鼠径物があるという方がいまして、ゲメ先輩的に鼠径物をどう見てるかっていうのを今回ちょっと聞いてよろしいでしょうか。もちろん。ありがとうございます。いいですか、私なんかで。鼠径物なんですけど、まあ鼠径物という、まあ、股関節の前面なんだけど、まず大事なことは、まずいくつか種類がやはり鼠径物にもあるから、それを種類ごとに分けるというよりはエリアで分けるってことが一つで、多くは上前腸骨棘の周辺にある人とか、それとはちょっと下にある大腿骨頭周辺にある人とか、もしくはその横に大天使周辺の人とか、じゃなくて鼠径靭帯のそのパンツのラインというかな、鼠径ラインの鼠径靭帯周辺にある人とかで、鼠径物と言いつつも実は大腿の方、結構下の方を指してくる人もいるので、そういった人が、まあ、そのエリアがあるとか、あとは本当に恥骨部に近いところ、まあ、たまにいますけど、そういうところでどういうエリアが痛みを訴えているのかっていうのをまず聞くことが大事で、実際に示してくださいって言って示すと、これが一つ、ね、そしてそのエリアをまず必ずカルテに書く、これをまず最初にやってください。そうしないと次来た時に痛みの場所は変わってたりとかもしますから、必ず痛い場所を書いて、その大体その6つのエリアに分けて、私だったらいつも記載してます。なるほど。じゃあまずはエリア、主訴をしっかりまず聞いて、しっかりエリアがどこにあるかっていうのを細かく聞くって感じなんですね。そうで、そこでちょっと鼠径物だけちょっと落とし穴がありまして。何ですか？それがですね、仙腸関節性の痛み、実は鼠径物が仙腸関節から来る痛みことも視野に入れて評価をするといいと思う。仙腸関節、鼠径部の裏側ですね、反対側から影響が来ているという場合があると。なので実際に、あ、そうだ、症例この珍しかったから撮らせてもらったんですけど、見ます？あ、見せてください。いいですか？ちょっと見ましょうか。もちろんもちろん。左だけが違う、ほら、ここがスーッと行きますね。まあ、硬いは硬いです。もう右は止まりますね。そうですね。これが一つ目、はい、動きが硬いのが特徴、はい、で、これはどうですか？痛いです。痛いんだ。いいのが出ましたね。痛みあった方が分かりやすいですけど、大丈夫ですね。と、はい、いうことは、右の股関節を開くと痛みが強いというのが特徴ですね。なので、こう開いた時にどうが痛いか教えてください。はい。どう指さす？ここ。ここ。ああ、この辺？あ、そうです、ね。もしかして。はい。もしかこれは？より全然痛くない。ちょっと右を上にしてでも腰痛いの左ですもん。そうです。あら、いろいろ一応これこの針を覚えておいてください、ね。はい、でもう今やったことは仙腸関節っていうのを押さえた時に股関節を開いた時に楽になって、仙腸関節をフリーにした時に股関節を開いた時に痛みが増すってことは、はい、股関節の問題よりもこっちの問題かもしれないと思って今からやります。で、それが合ってるかどうかを見ていきますよ。ああ、今仙腸、これが腸骨、仙骨、仙骨をこう動かします。これだけ、おしまい、おしまい、何やられてるかよくわからない、でも大丈夫。はい、一回お向け、はい、感じた通りにやらせなし、はい、初めてお会いしました。うん、おー、どう？全然なんかさっきよりスムーズに、素晴らしい。これが一つ目、だから仙腸関節性の痛みでここに症状が出てる、はい、あ、なるほど。仙腸関節で影響して、やっぱり今の見た感じ、やっぱり鼠径部に影響してるのはすごい分かりますね。そうそうそう、やっぱりいるんですよね。結構、まあ、少ないというか、まあ、評価は必ずして、あ、今の評価のようにやってみて、あ、仙腸関節かもなと思ったら、実際にあの映像にあったように仙腸関節をある程度可動性を持たせて、緊張じゃないけどある程度あの遊びを作ってあげると、一時的ですけど痛みが、ストレスが減りますから、そうすると股関節が開いてくると
で股関節の痛みがなくなる。だったら今やった仙腸関節しかいじってないですから、だからその可能性がありますよねっていうことで、それを今度の運動療法につけていくと。でカルテにも仙腸関節の痛みっていうのを記載しておくと経過が追えやすいからいいと思う。エリアが分かって仙腸関節もあり得るというのもちょっと懸念しながら、じゃあそこから今度は原因の組織を見ていくっていう感じなんですね。なので変形性股関節症の鼠径部痛といっても、やっぱり診断名でどうしても股関節股関節ってやっぱりなりがちなんですけど、そうじゃなくてもうその人の訴えと実際の臨床で評価をすることが非常に大事だと思っています。なるほど、参考になりました。とんでもない。ところで、まあ、今回エリアが6つほどあって、で仙腸関節からのエリアもあるっていう話してたじゃないですか、うんうん、各エリアごとにどういう組織、具体的にはどういう組織が原因になり得るのかっていうのはどうなんですかね、うんうん、それは臨床的に多い組織とか考えられる組織ってやっぱりあるから、それを知っておくのが大事なんだけど、そういえば今度無料で総務先生がセミナーやってくれるから、多分一番最も多いメジャーな部位を多分紹介してくれると思うから、それ聞くと必ずこう、あ、こういうことなんだって分かると思うから聞いてみるといいかもしれない。じゃあちょっと師匠に聞いてみます。師匠に聞いてみます YouTube ライブですね、うん、はい、見てみます。勉強になると思います。ありがとうございます。ところでゲメ先輩、うん、あのお子さんどうですか。これが長男が卒園式やったんですけど、卒園式の時にちょっとあの息子の中のような子がいて、その女の子におはようって声かけたら無視されました難しい年頃ですね、まあ、よくあるあるだなと思って。